パリーグの順位表、とんでもないことになる。ソフトバンクは、現在2位のロッテに7ゲーム差を離して、貯金21の首位となっているのに対して、西武は5位のオリックスに 7.5 ゲームを離され、借金20の最下位となっている。終わりだよこのリーグ、差が広がりすぎてつまらんやで。ソフトバンクの貯金と同じペースで西武が借金しとるからな。とんでもないことやで。背の1位、貯金4、他の1位、貯金21ロッテの貯金7はセリーグなら首位なんだが。ロッテ11連勝、プラスソフトバンク不調があって、これだからな、もう優勝は決まりだよ。1位と2位、7.0 ゲーム差、3位と4位、4.0 ゲーム差、5位と6位、7.5 ゲーム差、縦長すぎるやろ。5位と6位離れすぎで草、入れ替え戦やれや。20は離れる、にゃないか強い時の SB は圧倒的だからな、このままのペースで走り切ると思う。